カムサリ警戒、いや、オッケーオッケー、なぜかジャスカイできた。え、そ、これも一発避けていきつつ。セナスでもコーフナスです。皆様本日も一日お疲れ様でした。ちょうどでバウンティラッシュを楽しんでいきましょう。今回ですね、前回よりグレードアップしたスキル1鬼短縮編成やっていきたいと思います。どっちかというとね、分かれ入れのスキル1短縮しつつも安定した構築は、この前の動画でやっておりますので、まだ見てない方、ぜひそちらをご覧ください。で、今回はですね、こちらのメダル編成でやっていきたいと思います。今回ですね、このウルティが登場したことによって、さらに分かれ入りさんのスキル1を短縮することができるようになりました。まず、大将戦国メダル ×2 で1ジャス回に対してスキル 1-12% 短縮プラス、分かれ入りさんね、ジャス回避したら瞬間移動して相手を吹っ飛ばすので、吹っ飛ばしたらウルティメダルでスキル 1-5% 短縮、さらに特性で敵を吹っ飛ばしたらスキル 1-15% 短縮するという、条件があればですね、1ジャス回に対してこの最強移動スキル1が 32% も短縮されるという構築になっております。分かれ入りさんね、ジャスト回避したら回避 100% 短縮できますので、まあ、これでね、どんどんジャスト回避しまくって、スキル1で暴走していこうという構築になっております。でね、前回とちょっと違う点として、このゾーンタグがね、合うので回復ウルタイム 7% 増加してくれるんですよ。これがマジ分かれ入りさんから取ったらかなりでかい変更点となっております。収録今回分かれ入りさんスキル1鬼短縮編成やっていきましょう。現在目標に向かってチャンネル登録4000人様目指しております。なのでよろしければチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいございます。ちょうどってこう。はい、よろしくお願いします。ということで今回はスキル1鬼短縮編成ということで、1ジャス回につき32%ほどね、スキル値を短縮することができますよという構築でやってまいりました。もうゴリゴリにねちょっと攻めていこうかなと思うんですけれども、あそこまずめがけてポイント、はい、ここで一発目に来て、さあここカウンターとか警戒してて、でも前線をゴリゴリにね上げれたら上げていきたいんだけれども、はい、それはさすがにジャスカイ決めていきつつ、もうここも一発、さあここでそれ当たんのマジ、さあこれカムサリ警戒、いやオッケーオッケー、なぜかジャスカイできた。さあこれも一発避けていきつつさあ裏行こう、裏行こう、どんどん前線上げてこう、もうどんどん前線、どんどんマン、はい、どんどん前線、どんどんマンで、これカムサリ多分見てるんで大丈夫。さあここ一発避け、うわーでもこんだけ耐えればなんとか耐えるっちゃ耐える。さあこれは回避誘ってからオッケーあぶね。いや、これ無理だな。ここちょっと上げよう。ここはさすがに上げて、で、前線上げていく、極意でいこう。ここブースト前なんで、ちょっと取れ、ギリギリ取れそうで取れないか。いや、クローズ。いや、無理だった。そこはさすが、僕かそれ僕オッケー、いけ、こわこわ、これジャスカイ、間に合わない。オッケー。で、これ一発かましといて、いや、スキル2だったな、今のは。今のは匠す。これ回避見てるんで、しっかりと切ってって。オッケー。さあ、ブースト前まではなんとか耐えてった。で、これ避けていく。オッケー。1、2で、回避誘って。オッケー。いける。強すぎる。んで、これ攻撃避けて。強い。いや、黒ひげってマジで回避しづらいよな。いやー、これ取り折り際にすげえ狙われてる気がするけども、なんとかなった。いや、よろけ向こうが外れていれば、OK。1回し。オッケー。ロジャー船長、マジ怖いな。これ、カムサリ警戒。おいしょ、それは避けて、オッケー。で、そこも取らせないよ、ロー君。しっかりと僕は見ているよ。音楽の先生、後ろにも目があるって言いがち。さあ、ちょっと今のバウンティー、結構ラグいんだけれども、だいぶ調子取り戻してきたんで、セーブと、おい失敗していく。だいぶちょっとバウンティー、今日のやつね、ラグ買って、さっきからずっと苦戦してたんだけども、だいぶ調子取り戻してきたんでね、やっていけ、頑張っていきましょう。これ、降りると見せかけて、多分キットが狙ってると思うんで、オッケー。んーで、キットの、よいしょ、これ、いや、よいしょ。今のはシンプルに失敗ですね。ここを持ってって、ここでもらって、オッケー。さあ、これでちょっとラグの調子を確かめていくわ。これでラグの調子を確かめていくよ。オッケー。あ、ちょっと調子取り戻してきたな。これはだいぶ調子を取り戻してきたかもしれない。これちょっと、なんで、今掴んじゃったのは割と失敗なんだけど。オッケー、ここから攻めていこう。そこい。いや、怖すぎて攻めれんわ。これちょっと、ま、どんどん旗を狙っていきたいんだけど、キットタイマンとかは、オッケー、おい、スキルも持つ。さあ、ここ引き付けるだけ引き付けていきたいな。んで、前線をゴリゴリにね、上げていきたい。よいしょ、オッケー。いや、調子取り戻してきたね。んで、これでスキル1をどんどん短縮していって、これちょっと無理なんで上行って、まず散らばせていきたいと思います。んで、ずっと上、旗を3旗死守できてるのは割と、だよね、結構固まるよね。初期旗でさ、こうやってゲッターがうろちょろしてるだけで、だいぶ、お相手さんとか固まったりすること多々あるんですよ。特にシャボンディとか。なんで、それを狙って、その間に、まあ、どんどんね、その旗死守、狙っていけたら、立ち回り、着地狩り、はい、オッケー。これ
これがひたすらに強いと、ゲッターは。あのシャボンディ諸島はひたすらにこうやってね、まあ、散らばってっていくのが割と強いですよというところなんですけれども、さあこれで合同りができたら熱いね。でこれが回避間に合わない、さすがにザク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 。オッケー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 。お、なんか耐えてる、オッケーオッケーオッケー、耐えろ、よいしょ。どうにかなれ、どう、待って、どうにかなってくれ、どうにかなってくれ。いやガチ強いわ、わかれり。はい、よし。いや、この編成、マジスキル1の短縮が早すぎて、クソた、あ、失敗した。早かった。さすがに早かった。マジでね、スキル1のね、短縮が早すぎて、クソね、楽しい構築となっております。ぜひね、できる方は試してみてはいかがでしょうか。さあ、そこ開始失敗してたか。いや、ここちょっと怖いんで、逃げていきつつ、んで、もう一回上に登っていきます。赤犬とのあの、距離感を縮められると、だいぶね、通常攻撃食らったりして怖いんで、まあ、後ろから狙っていっちゃうよという構えを見せていきつつ、オッケーオッケーオッケー。いや、これスキル1つく、2使いたかったけど、さすがにもったいないんで、で、黒ひげここで、登り降り、で、ここでどん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 、まあ、分かれてか、ゲッターさんは、これジャスカいただいて、さあ、ここ切ってって、オッケー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 。無敵状態に使う、あ、また、あ、滅び敵だった。やばい。めちゃめちゃ味方だと思ってた。これジャスいただいて、いや、逃げろ逃げろ、オッケーオッケーオッケー。さあ、で、降りてきた人を着地狩り。はい、さようなら。強すぎる。マジで分かれ入りのこのシャボンディが強すぎる。で、いや、オロビー早いな、マジ出し速度。で、ここ取ってって、で、相手のリスポンが誰かによるんだけれども、場合によってはちょっとここ耐えていきたいと思います。さあ、誰だ、ヤマト、無理。ヤマト無理なんで、まあ、ちょっとスキル、無理だね。ヤマト、さすがにブーストでやり合うのは、まあ、分が悪すぎると。で、ここ着地狩り、はい、OK。んで、ヤマト下に降りてきたんで、これ上に行きますと。で、ある程度、まあ、旗のゲージも削って削ってね、行っていきたいんだけど、まあ、今の相手の4取り状態を保ったまま、肉が危ない！オッケーで、上行ってきまーす。いや、マカレイリーのこの自由に立ち回れるの、マジで強いよな。で、相手の、あの、死守数、あの、旗の死守数が多いと、あの、ヤマトがね、強化されてしまうんで、それをどうにかちょっと抑えていきたいなと思うんですが、まあ、黒ひげに、ここだいぶ旗のゲージをしっかりと貯められていった。んで、お相手の3番さん赤犬ってことは、あそこ旗取るのにちょっと時間がかかるんで、上に誰か行くかなとか思いつつも、多分、いやー、まあこれちょっとさすがに守りきるか上間に合わないんで、ちょっとゲージ貯めてってね。まあ上に行くと行ったら行ったで、ブーストの時間がもったいないんで、まあ着地狩りをね、専門家いただきます。はい、着地狩り専門家いただきます。さあ、おでんさんも、やばい。いや、おでんがマジ無理。オッケーオッケー、赤犬さん来た。もうここは赤犬さんにお願いしよう。ジャスいただいて、ジャスいただい、ごめん。あ、まあ、あそこはもう赤犬さんにお願いするのが基地。さあ、真ん中誰が取って、どうせヤマトだろう、あ、分かれる。あ、危ない危ない、無理無理。さあ、割と、いや、マジで旗取り合戦やな、シャボンディ。さあ、あそこ多分この、誰だ、今誰がいた、ヤマトか、しっかりと旗と貯めてんな、これ。まあ、でもウィットならば、これさすがに取れるのではなかろうか。ワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャンある。降りるまでの時間かかって、こっちに来るまでに時間がかからず、で、もうやめましょうよ、定期と。いや、強いね。さあ、行きましょう、お願いします。ということで、さっきからバウンティーラッシュが割とラグ目ではあるんですけれども、まあ、このワガレーリーの一番の敵は、まあ、やっぱ一番あのラグ。このラグがある限り、かなりね、ワガレーリーの性能的にはね、きつい戦いになってくるんですけれども、もうこのね、ラグも、もはやこのラグも込みで、ちょっと早めの早めの回避でね、ちょっとジャスト回避決めていけたらいいなと思います。んで、上に、ここちょっと降りてって、で、多分来たのがワカドフィーなんで、一気に打っといて。おっと、これ回避できたのでかくて。いや、また、これはちょっと歩いて逃げようか。いや、パラサイト来るな。え、当たる？いや、ギリ当たるな。なんかね、ジャスト回避って、ね、出てるのにめちゃくちゃダメージ食らったり、これはまあしっかりと、そう、ジャスト回避って出てるのにめちゃくちゃダメージが食らって、ちょ、アングル見えねえ。オッケー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 。さあ、ワカドフィー。こい。ワカドフィー、なんならこれもいいや。掴んじゃって、強気の攻めで行ってきますと。で、これ多分回避間に合う。オッケー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 。さあ、もう気持ち早めに回避していくわ、これは。気持ち早めに回避入れていけば、なんとか、逃げろ。当たらない。オッケー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 。さあ、そこで、やれてんならでかくて、おいおい、来い。さあ、これも早めの、もう早め。で、ここも切ってて、オッケー。さあ、もう早めに、あそこの流星火山とかね、マジでラグいんよ。なんか絶対回避やんっていう普段のタイミングでね、回避しても、だいぶね、攻撃食らったりするんで、さあ、ここはもうお願いしちゃって、
うん、なんでもうちょっとラグい時はちょっと早め早めのね回避っていうのを心がけてやっていきたいと思います。もうそっちにもはやラグにちょっとね帳尻を合わせていこうかなというようなもう極意にね達してきてますので、さあここはしっかりと逃げ、取れそうだな。ゴードリワンチャンあるな。これ真ん中の人、あーそうか下にいるのかこれ。いや上誰来た、これキットか。あキットは全然、ジャスト回避の、いやてキットもちょラグあるとめっちゃ吹っ飛ばされるんよ。でこれ早め、いやもういや分からんのよなマジで。うん、回避なんか自分のタイミングがおかしいのかどうか。えこれオッケーオッケー、これでこれで、うん分からん分からん、今のは多分失敗だったと思う。大丈夫。いやバウンティーってマジ時間帯とかさ、その日にちとかによってさ本当にラグの良し悪しってのがかなり波激しすぎてさ、若レイリー使うときで、うわさすがに初期誰もいないか、ここ誰だろう、レイリーさん対面、うん、いやこれちょっとやらざるを得ない。オッケーオッケー、危ねえ。そこジャスト回避されてたら割とピンチな状況だったんだけど、まあ、ここしっかりと様子を見てって、うんこれジャスオッケー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 、いやそこジャスト回避漏れたのでかすぎ。オッケー、いやよかったむずいわマジ、そのラグのタイミングに合わせて回避すんの。まあ、とりあえずね勝ててよかったですと。